アメリカが悲しんでいます。皆様こんにちは。ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。忘れがたい足跡残した前駐日アメリカ大使のハガティ氏が安倍元首相を称える決議案を上院に提出。安倍さんへの称賛の声、未だに鳴り止む気配がありません。7月14日、岸田首相が秋に国葬を行うと表明したことを受け、翌15日までに日本共産党、社民党、令和新選組が神格化されるなどと反対の声明を出しています。立憲民主党の泉代表は、ご冥福を祈りつつ静かに見守りたいとの談話を出され、立民にもまともな神経を持った人がいるんだなぁと思ったのもつかの間、やっぱり左に振り切った政党が国葬にケチをつけ始めました。その反対理由を安倍元首相を賛否、礼賛することになるとしている日本共産党の志位委員長。この方、2000年からずーっと委員長なんですよね。22年間、志位独裁体制下での日本共産党の政党支持率は最新で 4%、社民党は 0.3%、令和は 0.5%。すべてを合わせても 5% に満たないあなたたちの反対意見、どう考えても民意を反映しているとは思えないのですが。そして、この方々の願望は、アメリカ上院議員の皆さんとも180度違っているようですよ。今回は、安倍元首相を称えるアメリカの動きをお伝えしていければと思います。7月15日付、NHK ニュースウェブによると、安倍元総理大臣の死去を受けて、アメリカ議会上院の議員が、安倍氏の功績を称える決議案を提出しました。上院の7割近い議員が共同提案者となっていて、超党派の賛成で採択される見通しです。この決議案を提出したのは、前の駐日大使を務めた共和党のハガティ上院議員で、これに上院の7割近くに及ぶ68人の議員が共同提案者として名を連ねています。決議案は安倍元総理大臣について、一流の政治家であり、世界における民主主義の不断の擁護者だったとし、日本の政治、経済、社会に加え、世界の繁栄と安全のために消し去ることができない功績を残したと称えています。その上で決議案は日米両国がこの先、何十年にもわたってパートナーとして歩んでいくための礎を築いた偉大なる友人であり、盟友が暗殺によって失われたとし、安倍氏の功績を記憶に留めると結んでいます。決議案は超党派の賛成で近く採択される見通しです、と報じています。前駐日アメリカ大使のビル・ハガティ米上院議員はアメリカ時間の14日、安倍元首相の死去により私たちは友人というだけでなく、この地域の偉大なリーダーを失いました。安倍元首相は自由で開かれたインド太平洋とクアッドの構想者であり、日米同盟の構築と強化のために精力的に活動された方です、とツイートしています。ハガティ氏が駐日アメリカ大使として日米の橋渡しにご活躍されたのは、トランプ前政権下の2017年8月から上院議員選挙に出馬するために大使を辞任する2019年7月まででした。アメリカのテレビ番組に出演された時の切り抜き動画の冒頭で、安倍晋三はとても尊敬する人物で会うたびに楽しめる友人だった、と安倍元首相を尊敬しつつも持ち前のチャーミングなキャラクターをよく理解されていたことがわかる発言をされています。そんなハガティ米上院議員や超党派の議員らが13日、安倍元首相の功績を称える決議案を提出しています。安倍さんを貶める報道ばかり続けてきた朝日新聞は、アメリカ上院で過去に追悼決議が採択された例として、
イギリスのサッチャー元首相、南アフリカのマンデラ元大統領を挙げています。安倍元首相がここまで海外に評価されているこの事実、朝日新聞はどのように報じるつもりなのでしょうか。何度も言ってしまいますが、サンゴは大切に。悪夢の民主党政権下でかなり悪化した日米関係を修復するために必死に働いてくださった安倍元首相。自由で開かれたインド太平洋構想、そしてクアッドの提唱者としてアメリカから評価されることは当然です。そのアメリカと敵対している国々の首脳、例えばロシアのプーチン大統領からもお悔やみの言葉が届きました。ロシアによるウクライナ侵略が長期化する中、絶妙なバランス外交を展開するトルコのエルドアン大統領は、親愛なる友人の安倍氏が武力攻撃で亡くなったことを深く悲しんでいると8日ツイッターに投稿しています。核合意でアメリカと現在も協議中のイランのロウハニ前大統領は7月14日、弔問基調のために在イラン日本大使館を訪問されています。トランプ前大統領のお悔やみの言葉の中に、彼は他に類を見ない統一者、ユニファイアであったという一節があります。統一者というと日本語では不自然ですが、トランプ前大統領のお悔やみの言葉で用いられたフランス語由来のユニファイアという単語には、異なる国家、組織、体系、方法などを統一、統合、一本化するという意味があります。日本語でざっくり訳すと、安倍元首相は世界の橋渡し役であり、またまとめ役だったということです。国際政治の舞台では、たとえ敵対関係にある国であっても、安倍元首相の世界の橋渡し役としての手腕を世界の首脳たちはきちんと評価していたのです。それに気がつかなかったのは、日本国内の左派メディアとその情報を鵜呑みにする人たち。そしていわゆるノイジーマイノリティ、声だけ大きい少数派だけだったのかもしれません。今回の事件もそのような問題と無関係ではないように思えるのですが、安倍元首相の功績を称えるサイレントマジョリティ、いわゆる物言わぬ多数派の人たちが喧嘩のために長い行列を作ったことで、大多数の国民が安倍さんの死を悼んでいることが証明されたように感じます。安倍さんはお強かったので、むしろ私たちの方がもっと気づいてあげなければいけないことがたくさんあったんじゃないかって、私なりには頑張っていたつもりだったのですが、今となっては悔やまれることが多いです。現在日本にとって一番の脅威である中国共産党、それを率いる習近平国家主席は9日、岸田首相宛に弔電を送っています。その内容を見てみると、一見哀悼の意を表しているようには見えますが、1ミリも感情が入っていないと誰が読んでも感じます。キヤノングローバル戦略研究所の三宅邦彦氏は、7月13日付日経ビジネスの記事の中で、友人とも偉大な指導者とも呼ばなかった。おそらくそれが中国の本音だと邪推していると綴っています。自分の上には神すらも置かない習主席のことなので、発言自体には一貫性があるものの、きっと彼らなりのテンプレートがあるのでしょう。まあ自分のことを中華皇帝だと思い込んでいる習主席に安倍さんのような人徳があるとは思えませんが。一方、アメリカのハガティ上院議員には本当に感謝しかありません。そんなハガティ氏の行動に世界から称賛の声が多く集まっているようです。次にその一部をご紹介いたします。安倍元首相は偉大な政治家であり、私たちの素晴らしい味方でした。友を亡くすことは決して簡単に済ませられることではありません。安倍元首相は第二次世界大戦以降、最も偉大な世界の政治家トップ25に入ると思っています。ハガティ上院議員、トランプ前大統領が TPP から脱退し、中国の地政学的地位と影響力を取り返しのつかないほど強化したとき、なぜあなたは沈黙していたのですか？安倍元首相は懸命な外交活動を行い、架け橋となったことは間違いありません。ご友人のご逝去にお悔やみを申し上げます。前に進みましょう。彼は亡くなってしまいました。
ハガティ上院議員が安倍元首相とどのように関わっていたのかはよく理解できました。横行する銃乱射事件に対処するためにあなたは何をしているのですか？安倍首相は民主主義のために表舞台に出ていたのは確かです。しかし、ハガティ上院議員、あなたがすべきことは彼との思い出や記録をきちんと残すことです。国内問題についてあなたはまだ何もしていません。ハガティ上院議員は安倍元首相から何を学んだのですか？テネシー州の 88% があなたを嫌っています。安倍元首相はとてつもなく偉大な人。今私が言えるのはそれだけです。あなたは駐日アメリカ大使として彼と一緒に仕事ができて本当にラッキーでしたね。ハガティさんへのコメントが結構きつかったのが意外でしたが、7月15日にはマレーシアのマハティール元首相が安倍元首相のご自宅を訪れ弔意を示しました。彼は7月10日に誕生日を迎えられたのですが、御年97歳になられたマハティール氏のフットワークの軽さには驚きしかありません。だからこそ安倍さんにはもっと長生きしてほしかったととても感じます。マハティール氏は、彼は特別な友人であり、マレーシアと日本の発展のために多くの議論を交わした。両国の良好な関係に向けた献身的な取り組みは忘れられない、と述べています。マハティール氏にとっても安倍元首相は特別な友人だったのですね。ここでヤフーニュースで気になったコメントを一つだけご紹介いたします。内外を問わず多くの人々が安倍元首相が残した功績を称賛していますが、決して共産主義者がマルクスやレーニンを崇拝するように安倍元首相を礼賛しているわけではありません。共産主義者は功績の称賛と個人の礼賛の区別がつかないようです。アメリカ上院議員で出された安倍元首相の功績を称える決議案についても、日本国内からお門違いな反対意見が上がるかもしれませんが、そこまで来るとそれこそ手の施しようがありません。もう安倍さんはこちらにはおられませんが、私たちの心には国を越えて未だにご健在でいらっしゃること、本当に不思議な気がします。この思いすべて集めて形にできたらなんてつい想像してしまう今日この頃。悲しみはしばらく続くと思いますが、そろそろ前を向いて歩かないとと思います。